お客さん、あんまり女の子の嫌がることは。うるせえな。いいからこれもう一本持ってこいよ。兄ちゃん、お金大丈夫？俺あんま持ってないよ。持ってんの？貯金溜め込んでんだろ。全然ないよ。毎月借金返してるんだから。わずかの貯金だって老後の蓄えだよ。お前その年で老後の心配なんかしてんじゃねえよ。つうか、ジジイが作った借金お前返す必要ねえじゃん。連帯保証になった方がアホなんだよ。ほっとけって。そうはいかないよ。まあでも今日店のおごりだから大丈夫だ。何それ。おい林。はい。今日俺の出資親で店のおごりだよな。そうですね。全然飲んでください。まあ座れよ林。誰が椅子に座れっつった。床に正座だろ。あの、他のお客さんもいますね。おい、俺何やってんだ、ほんとや。お前誰に向かって言ってんだ。ん、知らねえや。誰だっつってんだ、ほんと。やめろって。すいません、こいつ分かってないんで。店長、こんなやつにビビること。本当、自分はめたりしてないんで。本当です、信じてください。おめえじゃなかったら誰が言ったっつんだよ。前もって知ってんのおめえだけなんだよ。あと知ってんのは俺が口滑らせて話した和成か。林、お前俺の弟がチクったとでも言いてえのか。そんなことないっす。同盟しかいねえじゃん。